にちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日は無印良品の不揃いバームの新商品がいっぱい出てたので全部買ってきてみました。何を買ってきたかというと、秋の新商品、まずこれ紫芋バーム、紫芋の風味と優しい甘みが特徴のバームクーヘン。次がこれマロンバーム、栗の風味と香ばしさが特徴のバーム。次はこれジャンドゥーヤバーム、チョコナッツの濃厚な風味が特徴のバームです。次はカボチャバーム、カボチャのコクと甘みが特徴のバームです。次はジンジャーバーム、ジンジャーを効かせた甘さを控えめにして仕上げてあるみたいです。次が焼きリンゴバーム、シナモンを加えて焼きリンゴ風味に仕立ててあるそうです。この1、2、3、4、5、6、6個、これを今から全部開けて食べ比べをしてみたいと思います。でバームクーヘン食べると喉が渇くので、喉が渇くのか喉が使えるのか、まあ、どっちでもいいですけど、このオレンジレモネードとジンジャーコーヒー、これが新商品で出ていたのでこちらも購入してみました。こちらのオレンジレモネードは国産温州みかん、オレンジレモンの果汁を蜂蜜に合わせて程よい甘さと甘酸っぱい風味が特徴のドリンクです。こちらはジンジャーココア、国産生姜とココアにミルクを合わせて仕上げてあって、ジンジャーのスパイスと程よい甘さが特徴のドリンクです。これ2つ早速作ってみたいと思います。ジンジャーエールは普通のバームクーヘンの色、この色です。次がかぼちゃバーム、すごいジンジャーの香りがしてる。今かぼちゃバームはかぼちゃの色、かぼちゃの色って何色って感じ。次が焼きリンゴバームあんまり色はそんなに変わらない。これそのまま置いたらなんかわからんくなるかもしれない。で次が、これになると色がちょっと違う。マロンバーム、マロンの色、マロンの香りがする。次はシャンドゥーヤーバーム、シャンドゥーヤーバーム、口噛みそうな名前、シャンドゥーヤーバーム、ちょっとチョコレート色。で次が紫さつまいも、さつまいもは紫色です。並べると非常に綺麗じゃないですか。高級お菓子お取り寄せみたいな感じ。カットしたらこんな感じでとっても綺麗になります。バームクーヘンが綺麗に切れたので、今度はドリンク、これがオレンジレモネード。なんかビタミン C がいっぱい入ってそう。ホットなので体も温まるのかな。いただきます。すごいみかんの、みかんジュースのホット版みたいな感じ。みかんの香りがすごいし、レモネード、レモネードになってるからレモンの味もしっかりします。そんなに甘すぎなくて美味しい。でもう一つがこっち、ジンジャーココア。なんか珍しいよね、ジンジャーココアって。生姜とココアが入ってミルクが合わせてあるやつ。鼻の下に来た時にすごい生姜の匂いがするけど、味はココア。すごい生姜の匂いがするんだけど、味はとても甘いミルクココアの味です。とても美味しい。ではバームクーヘンの方から、まずジンジャーバーム、中身がこんな感じです。ジンジャーバームだからジンジャーですよね。生姜の匂いがちょっとするぐらい。でも普通のバームクーヘン、
食べて後でジンジャーというか生姜の味が来る感じ、まさしくジンジャーバーム。でもそんなにジンジャーを効かせてるってほどジンジャー、生姜の味はしない感じがします。で次が色もそう、かぼちゃ、かぼちゃのバーム、これはどうでしょう。かぼちゃのなんかちょっと甘いかぼちゃの香りと味、かぼちゃをすりつぶしてありますねみたいな感じはする、でも美味しい、そんなに甘すぎない感じです。他も美味しい。次がこれ焼きリンゴ、色はあんまりね変わらないんだけど、リンゴがどうなんだろう、あ、アップルパイの匂いがする。匂いはアップルパイ、味もアップルパイの味がするけど、やっぱりバームクーヘン、シナモンがすごく効いてる感じがしますよ。でも美味しい、ほんのり甘いアップルパイの味、リンゴよりシナモンが勝ってる感じがする。次がシャンドゥーヤバーム、ちょっと聞いたことない、チョコナッツの濃厚な風味、チョコナッツ、色はチョコレートの色、香りはチョコレートです。チョコレートバームみたいな感じ、チョコレートバームっていうかバームクーヘンの中にチョコレートが入って、ちょっとなんかナッツ系の味もする、あとチョコレートよりももう一つ上のランクっていう感じ、これは美味しい。名前がシャンドゥーヤって書いてあったからなんだろうと思ったらチョコレート、これも美味しい。で次がマロンバーム、栗かな、あ、栗のいい匂いがする、あの栗というかモンブラン、モンブランの味、マロンバーム、モンブランの味、モンブランケーキみたいな感じ、モンブランケーキのスポンジによく使われてるような、美味しい、そんなに甘すぎなくて美味しい、これマロン。で次が色も紫、紫さつまいも、紫さつまいも体にめっちゃいいんですよね。匂いは普通のバームクーヘン、味は、紫というかお芋の味、さつまいもの味がする、どことなく。でも基本バームクーヘン、目隠しされて食べさせられたら普通のバームクーヘンって感じ。さっきの他 の, あの香りがするのとちょっと変わあの違って、これはもうバームクーヘンっていう感じ、もうほんのりお芋の味がするかなという感じです。バームクーヘン食べると喉が詰まるので、こういったドリンク一緒に飲むと食べやすいんじゃないかなと思います。味は両方全然違う、こっちは甘い、こっちは酸っぱい、お好みに合わせて、まあ、バームクーヘンに合わせても飲まれたらいいんじゃないかなと思います。新発売のドリンクでした。バームクーヘンも 1,2,3,4,5,6 種類食べ比べてみました。私はあのこの、マロンバームと焼きリンゴバームが美味しかったなと思います。他のもね全部美味しかったけど、でなんとこれねカロリーが300カロリー以上あるんですよ、全部370とか380カロリーとか、全部350カロリー超えしています。なので全部食べるとちょっとね体調も悪くなるかもしれないので、冷凍して食べたい時に少しずつ食べようと思います。はい、いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。